はアニメ間違えた。悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが、魔王ではありません。ついに始まりました。悪役令嬢レベル99。今回も本編を振り返りながら感想していきたいと思います。まず、アリチアちゃんが王立学園に入学するために馬車で来たのですが、そこで困っていたおばあばを助けていたら、なんと学園の門が6時に閉まるということで、急いで行くアリチアちゃんですが、間に合いませんでした。まあ、ここは王道やね。しかも門の前で転ぶのも王道やね。つまりアリシアちゃんは王道率 100%、 いや 120% ですね。そこで真面目のメガネ君オズワルドが門の締めをしていたのですが、まさかのオズワルドも1年生。ちなみにオズワルドはダークギャザリングのオズワルドではないから気をつけてね。校則に厳しい真面目君ですが、独り言で実はこっそりと入れる場所を教えてくれました。意外と優しい方で良かったですよね。っていうか、もうここで恋に落ちていました。まあその後いろいろと王道に攻略対象と出会っていくのですが、ついにここでオープニング来たーと思ったら、タイトルが光の魔法と勇者様。あれ？タイトルが違う。キャラクターは一緒なのに見る作品間違えたか？いや大丈夫でした。後半に明かされるのですが、実はシンプルに乙女ゲームの曲でした。マジで勘違いするからやめてほしいね。その後第二王子がアリシアちゃんの部屋に来て、いい雰囲気になるのですが、ここでついに入学式。いやー、入学してる時にすぐにアリシアちゃんの前に主人公のユミエラちゃんがいることがわかりますよね。ですが、突然ユミエラちゃんと戦うアリシアちゃんと攻略対象たち、アリシアちゃんたちに倒されるユミエラちゃんでしたが、まさかのここで現実の世界。実はここまでずっと乙女ゲームのお話を見ていただけでした。その作品が光の魔法と勇者様で。さあ、長い話になりましたが、ここからが本編で、トラックに跳ねられたことにより、5歳のユミエラちゃんに転生したんだよね。まさに王道の転生やん。っていうか、ユミエラちゃん、かわいい！そして、倒される未来を変えるために、アリシアちゃんたちに関わらないようにすれば、裏ボス回避できると思ったが、いざのためにレベルを上げしていたら、後々大変なことが起きちゃうんだよね。こうしてレベル上げをするユミエラちゃんも、かわいい！そして、物語の最初に戻ります。もちろん、アリシアちゃんが門に間に合わなかったところも見ており、入学式に戻ります。ここで、最初にやられるのは、レベル測定。もう予想つきますよね。レベルは99。はい、ここからめちゃめちゃ面白くなっていきました。最初は微妙でしたが、やっぱり最後まで見るもんですよね。これから回避しながらどう無双していくのかが楽しみです。ということで、今回は悪役令嬢レベル99第1話の感想をしてきました。皆様の感想もコメントで待ってるね。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価お願いします。それではバイバイ。